話したいって言ってる？電話して。奈々ちゃんに嫉妬したの？どうした？もし、うん、どうした？ねえ、ねえ、やばいんだけど、あのさ、うん、ちょっと今すぐさ、みやびくんにさ、うん、今すぐみやびくんに電話できる、うん、私ちょっとひめちゃんにかけるから、うんうんうん、分かった、奥さんに、はい、そう、LINE の、あのさ、マネージャーの奥さんいるじゃん、みやびくんのマネージャーの奥さん、うん、から、LINE、あの、DM が来て、うん、で、来た内容を送っとくから、うん、ちょっとみやびくんに電話して、すぐ、うん、分かった、バイバイ、はい、どうした？落ち着いてって、あの、みやびくんの奥さんって持病があるからそういう話かな。確かにみやびくんに LINE しても帰ってこないんだわ。じゃあちょっとあのマネージャーの奥さんから来た DM 読み上げます。配信者のみやびくんの奥さんが 今電話かかってきて、奥さんが死ぬとか意識朦朧になってて、しきちゃん、すみませんが連絡してもらえますか。電話つながったままでみやびくんがひいちゃんに暴力振るっている可能性が高いです。だって。だからつまりあの奥さんとマネみやびくんの奥さんとみやびくんのマネージャーの奥さんが通話中に痛いみたいな、そういうことを繰り広げてるらしい。みやびくんってありえそうだよね。みやびくんのマネージャー知らない？マネージャーにちょっと話聞く？いや、そんな、あの、台本って言うけど、損する台本なんてしないでしょ？本当なんだと思うよ。みやびくん出ないけど。マネージャーは嫁だろ。違うよ。マネージャーがいるんだよ。40何歳の。奥さんが確か20何歳だと思うよ。20歳ぐらいの子で。出ないね。そのマネージャーさんと連絡を取れたらいいけど、みやびくんのマネージャーがわかんないから。みやびくんの奥さんわかんないけど、マネージャーの奥さんは30ぐらい離れてる。確か20歳ぐらいの子、マネージャーの奥さんがね、うん、どういうことなん？いや、わかんないけど、しきちゃんが電話つながらないって言うか？しきちゃん？出た？いや、出ないから、そのマネージャーさんかなんかと話がしたい。マネージャーの奥さん？いや、マネージャーの奥さんの連絡先が分かんなくて DM 来たの。DM の名前教えてよ、俺連絡するから。うん、ちょっと待って。うん、あ、でもちょっと連絡してみる。うん、連絡してみて。連絡しよう。うん。分かった、バイバイ。はい。しきちゃんも何なの？了解って何これ？電話出て。宮部くんから返信来たわ。名古屋ドエレアーズの話。これ宮部くん出ない時点で怪しいよね。LINE 返ってきて。確かにゼロワン関係ない。その暴力振るわれてる奥さんが、しきちゃんとかに助けを求めたんだったら何とかしてあげないと。
多分しきちゃん俺みやびくんと仲いいと思ってるから連絡来たんじゃない、うん、かわいそうじゃんな。みやびくん電話出ないわこれ。怪しいぞ。ごめん今外だから後でかけます。怪しくないこれ。みやびくん今外だから後でかけますとか言って、マネージャーの奥さんがそういう DM を今しきちゃんに送った、すぐ電話出れないって。だってあのみやびくんって見たことある？俺のモラハラとか比じゃないよ。てめえ黙っとけよこの野郎とか、こういう感じだよ。俺のあのしつこいネチネチ系じゃないで、ないんだよ。二種類あるんだよ。俺はあのしつこいんだよ。あのそれ汚れてるよとかって、こういうタイプじゃん。怒鳴ったりはしないんだよ。うん。で、政治も怒鳴る系なんだよ。うん。政治も結構怒鳴る系。のモラハラ。怖いよ、政治も。うん。で、俺はネチネチ系だから、政治はどんな感じ？つか、もう俺がやらないとできないのか。一人で雑談しろよ。リスナーさん今やってるんだから。やれよ、ちゃんと。俺いなくても。ありがとう、ありがとうじゃダメだよ。ありがとう、ありがとう言ってても。ちゃんとやろうよ。あ、やろうよ、俺か。うん、こういう感じ、浮いたんに。だった気がするよ。うん、ちゃんとやろうよは俺だけど。うん、